おはようございます。皆さんお元気でしょうか。1月16日日曜日、今日も YouTube でメッセージをお聞きいただきありがとうございます。それでは一言お祈りをします。愛する天のお父様、今日も素晴らしい朝をありがとうございます。今日またこのあなたの素晴らしい御言葉を通して、一人一人が豊かに養われ、あなたの恵みと祝福の中を日々歩むことができるように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に賛美していきましょう。全地の王イエス。全地の王イエス、それでは今日のメッセージのタイトルは守るべきものですね。
聖書の箇所箴言4章20節から21節をお読みします。我が子よ、私の言葉に心を止め、私の語ることに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に守れ。あなたの心を守ることによって得られる3つのことを今日はお話をします。まず1つ目、あなたの心が守られると全身が健やかになります。箴言4章22節です。それはこれを得る者の命であり、またその全身を健やかにするからである。心が守られていないと免疫力が低下します。そうするとこの、体の免疫力もありますけれども、心の免疫力もですね、低下するとすぐに傷ついてしまいます。そしてその傷は癒えにくいので、ずっとその傷を引きずって、何かにつけてこの傷に触れると痛みを感じる。その痛みを感じて苦しまないように、その傷に触れられないようにとですね、防御する行動がですね、ちょっと逃げに走ってしまったり、避ける行動になったりとですね、暴言や暴力になったりということで、この心の傷はですね、私たちの行動をですね、何かおかしな方向へと向かわせてしまうということがあります。心の傷はですね、自分が苦しむだけではなくて、周りの人もその心の傷の悪影響を受けて、周りの人々も苦しめる結果になってしまうことがあります。精神的なものはおのずと体にも支障をきたしてしまうことがあって、病気になることもあります。心が守られていないと私たちの全身は健やかではありません。私たちの心をどのように守るか、それは私たちの心の内に神の言葉をとどまらせ、そして神の語ることに耳を傾け、私たちの目からそれを離さない。これしか方法がありません。私たちの心が神に向いているならば、私たちの全身は健やかです。そして2つ目ですね。2つ目は、命の泉が流れ出る。箴言4章23節。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。私たち自身を表すものは心です。その人の持っている雰囲気というものがありますね。例えば誰かが私たちのところに来た場合ですね、その人が持っている何かしらの雰囲気も一緒に連れてくるというんでしょうか、持ってきます。ですので目に見えない何かですね、その人の中から特有の雰囲気を感じ取る。私たちは人と出会うときにそのようにですね、目に見えない何か雰囲気を感じ取ります。それがその人の心にあるものですね。心は見えませんが、おのずとその人の持っている雰囲気に現れ出てくるものですね。例えば明るいとか暗いとかきついとか優しいとかですね、話しやすい話しづらい、いろいろその私たちが感じるものがあるわけなんですけれども、必ずそれが心の中にあるものであるというわけではありません。私たちの勘違いであったりですね、私たちの見間違いだったり、そういうことはたくさんありますけれども、でも私たちが何かしらその人から感じるものが、この心から発せられている雰囲気として流れ出ていきます。これが私たちから流れていく、心の中から出ていく泉というものなんですけれども、ですから私たちの心の中に捨てなくてはいけないようなガラクタをたくさん溜め込んでですね、そのようなガラクタがですね、出ていくときに、私たちは人に悪い影響、そして悪い雰囲気を与えてしまうということになりますから、私たちはですね、本当に油断することなく自分の心を守るということがとても必要になってきます。私たちの心の命、こうやって心の中にですね、あるものが湧き上がっていく、これが本当に命の泉であるということがとてもいいことなんですけれども、その心の命の泉が湧き流れることによって、他の人を祝福して周りにも喜びを、与えることができる。それが素晴らしい器、良い器ですね。いつでもどこでも、私たちはこの心からですね、命の泉が流れる器になることを心がける必要があります。それでは3つ目ですね。3つ目は、すべての道は安全であるということです。箴言4章24節から27節。曲がった言葉をあなたから捨てなさい。
横島な談話をあなたから遠ざけよ。あなたの目はまっすぐに正面を見、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道に気をつけよ。そうすればあなたのすべての道は安全である。右にも左にも迷い出てはならない。あなたの足を悪から離れさせよ。この地上で生きていると、さまざまなですね、危険ですとか、私たちがもう害を受けるということがですね、あります。本当に怖いこともたくさんありますね。危険に遭わないように、不幸にならないように、病気にならないように、人から意地悪されないように、本当にいろんなことから私たちは身を守る必要が、この地上で生きている間はあるんですけれども、その自分のことだけではなくて、夫のことであったり、妻のことであったり、子どもたちのこと、本当に家族、子どもたちの家族のことですね、そういったたくさんの私たちは本当に患いを抱えて生きていきますけれども、でも私たちが本当にいろんなことを心配しても、自分の安全を自分で全て完全に守ることができない、覆いきれないことがたくさんあります。私たちの道が安全であるという秘訣がですね、この御言葉、今読んだ箴言の4章24節から27節にあるわけなんですけれども、まずその秘訣の一つ目が、曲がった言葉を捨てる。二つ目、横島な談話をしない。三つ目、目を神に向ける。まっすぐに正面を見るというのが、神様に目を向けるということですね。そして四つ目、歩み方に注意を払うということですね。曲がった言葉や横島な談話は、人に痛みを与えたり、人を汚すということになります。私たちの心から出るですね、悪が人を汚す。例えば皮肉ったりとか、僻んだ言葉を使ったり、意地悪な表現や行動を取ったり、それはすべてその他の人に原因があるではなく、自分自身の心に原因があります。イエス様が言われました。マルコの福音書7章20節、人から出るもの、これが人を汚すのですと。私たちは神の御言葉の教えを受け取ったなら、それを守り、それから離れないように、まっすぐ神に向かって日々を歩んでいくということが大事ですね。今年1年、私たちが守られるべきものは心です。油断することなくしっかり守って、自分も周りの人も幸せな1年にしていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。皆さんの上に神様の豊かな恵みがありますよう、お祈りいたします。さようなら。